皆さんこんにちは、ぶんやまのおじさんの方です。今日から2人でしばらく遠征に出ようかと思います。西の方に走っていこうと思いますが、行けるところまで行ってみたいと思います。心が折れたら折り返していきたいと思います。それでは出発します。ちょっと前に東京に入りました。横田基地を走ってます。横田基地は走ってないか横田基地の脇を走ってます。先ほど神奈川県に入りました。バンツーナインを走ってます。ナイゼベイベイ、あ、結構止まっ、選挙カーみたいになってる。やっぱりそれじゃあ早速食べます。いただきます。ちょっと雪が溶けてるからかっこいいね、またね。見えてきてね、土が。先ほど静岡県に入りました。ビッグデイか。ビッグデイ込みじゃない、これ。ビッグデイ行ってみるか。うん、ビッグデイ。ビッグデイ、初めてビッグデイ。ビッグデイ広いじゃん。おー、かわいい。あ、富士山。おやすみなさい。おはようございます。今起きました。夜は結構雨降りましたが、花粉症の僕にはちょっと嬉しいです。今前に見えてるのが沼津アルプスです。一番左に見える山から順々に登っていくみたいで、舗装路30分ほど歩いたかな、登山口に到着しました。ここから沼津アルプス歩いていきます。この沼津アルプスは10個以上の山を越えて歩いていくような構図みたいですよね。でも一つ一つの山はそんなに標高はないですが、なかなか登りごたえのある山だそうです。こちら山頂巻道、チャウス山ん、チャウス山頂付近。おじさんどんどん先行っちゃったんでね、向かわないといけません。よいしょ。ここが茶臼山山頂なんじゃないかもしれない。こちらが茶臼山山頂付近なのだと思われます。プレートらしきものはありません。ここ危ない。ね、危なそうだよね。ちょっとロープが、おじさんがベンチに座ってますね。こちらなんだ、ケルンのようなもの、これ一人用ベンチですね。こちら一人で、あ、嘘だよ、ここがチャンス山じゃんよかったじゃん、座ってここじゃん。あれは付近だよ、やっぱり。え、なんでチャンス山の方が低いんだ。まあそういうことってある。ある、そっか、128m って書いてあるじゃん、チャンス山128m 到着しました。イエーイ。道自体は明瞭で迷うようなところは今のところないですね。分かりやすいです。登りがきついですね、これ。なかなかきついです。つらい。あの柵の向こう側が頂上なのか。あれ、うん、沼津しか書いてない。え、これは沼津って書いたのかな。沼津アルプスってことですかね。あちらでベンチがあるので
休憩できますね。ちょっと私休憩したい。森山山頂到着しました。イエーイ。はあ、上の方だけが、あの、そうですね、あ、そうですね、あの橋、なんとか橋ってところの登山、はい、あ、はい、あ、結構ここでもきついでしょ。最後結構きついですね。カヌキ山まで行くのって結構かかりますか、時間？そうだね、普通6時間か6時間半ぐらい。あ、そうですか。普通の人でね、山中か、まあ、山やってる人で。ああ、じゃあそれを目処にちょっと歩いていきたいと思います。トレイルランの人は2時間とか何時間も。ああ、そうです。じゃあちょっとチャレンジしてみます。ああ、あそこ、ああ、あれがカヌキ山なんですか。そうです、あれですね。私昨日カヌキ山行ってたから、はい、あ、写真見せましょう。楽しみに行ってきまーす。それでは次を目指して歩いていきたいと思います。大平山方面歩いていきます。沼って書いてある。沼津アルプスなんです。入り口がここでこうなってる。なんかここを通るみたいですね。これはプンさんでは通れないですね。いけるんだ。何？余裕だよ。沼津アルプスは標高が低いけど、一回登った山を完全に下り切りますね。それでまた登り返すんで、結構標高では測れないしんどさがありますね。うん、もちろん人工だと思うけど。何ですかね、ここは。危ないよ。今は大平山に向かってます。結構急登なところもあるのですが、あの、危険な箇所はないのでね、楽しんで登っていきたいと思います。あー、綺麗、綺麗だね。あのガガガってなってる山なんだろう。ガガガ、目の前の両神さんみたいな。両神何何、ここに両神がね、どういうこと。あれは、あれが両神になっちゃった今。でも、あの奥に見えるのが大平山です。すごい遠いですね。大平山はかなり歩いてきたんですが、日森山から来たんだよね。これどこ。日森山、大平山、庄地って場所なのかな。承知？書いてないかし。承知じゃないや、現在地って書いてある。現が上見て。こちら、金山のコルです。どんどん大平山向かっていきたいと思います。結構心細いね、これ。いやー、槍のはしごみたいじゃん。嫌だよ私。まあ下る方がいいか、登るより。気をつけてね、本気で。もうしっかり何もかも閉まってからやった方がいいと思うよ。初めの出だしが危ないだけだよ。なかなか険しいですね。無理しないで、うん、おじさん頑張れ。嫌ね、へっちゃらそんな顔してて。こちらの岩にはボコボコなんかおできみたいのがくっついてます。なんだろう、石がこのようにボコ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 。大平山めちゃくちゃ遠い。沼津アルプスは何気に急登です。沼津アルプス大平山356メートル到着しました。イエーイ。いやー、大変だったよ。まあ危ないとこはゼロだ。あったじゃない、大事、怖がってたとこ。座る座る。あ、こっちから 海なのこれ。海か。海が見えてます。やっぱ花粉があれか。軽くランチします。のっぽ。
それじゃあ次に進んでいきましょう。奥に見えるのが鷲津山です。結構距離ありますね。しかも一度降りなければいけないんですね。海が見えます。真ん中に浮いてるのは淡島ですね。先ほどの岩尾根は沼津アルプスのハイライトだったそうです。ウバメガシの岩尾根、鷲津山まであと12分ですね。タヒ峠っていうのかな、ここ。あそこから来たの。あそこから登ったんだよ。すごい。おばさんが登ってきます。鷲津山到着しました。392m です。イエーイ。海が見える。最高だ。こちらは鷲津神社ですね。よろしくお願いします。くたびれました。お茶します。感動したのか。美味しい。じゃあそろそろ下ります。小鷲津山330m到着ですが、景色がすごいな。うわあ、すごいですね。駿河湾がバーッと、焼津とか清水とか向こうが見えてるんですかね。中将さん、中将さん、中将かな、中将。中将今こけた。キララ展望台です。めちゃくちゃ絶景です。左がさっき登った鷲津山、右が小鷲津山です。なんて読むんだろう。ししも山。ししも山でいいの。じゃあいっか。じゃあししも山212m です。こちらはししも坂峠ですかね。ちょっとわからないですけど、かぬき山方面目指していきます。こちら象の背、象山の背中、282m です。結構アップダウンが激しくて応えますね、体に。楽しいんですけれども、また登るのかという感じではありますね。まだ最後の山ではありませんし、ちょっと頑張って登っていかないといけないという感じです。結構登ってきますね。徳倉山到着です。やった。横山、かぬき山目指していきたいと思います。いや、徳倉山の下山結構急坂でした。とても急な坂道で下るの、一回こけちゃいました。いや、低山なんですけれども、一つ一つすごく山自体も結構の起伏があって、体力消耗しますね。でもとても楽しいです。横山まで、あと2分、あ、違う、あと2山。あと2分じゃない。横山と狸山を登れば、一応沼津アルプス踏破したってことでいいのかな。はあ、疲れた。横山183m です。おじさんも佇んでます。それでは横山出発して、残るは最後の狸山目指して、疲れましたが歩いていきます。またこの下りが急坂です。ふんさんかなり苦労しているようです。車道に出ましたね。狸山は 120m 先右折。はいはいはい。ここを渡ってあそこを登ってきます。ここを渡ってあそこってなんか分かりづらい。それでは沼津アルプス最後の山、狸山ですね、登っていきましょう。
あ、最後これを登れば一応一通り登ったことになりますが、あともうちょっと頑張ります。結構疲れました。登りごとありますね。すごく楽しめますね。これはなかなかいいコースだと思います。車道に出たのも登り始めてからさっきまで一度もなかったので、ずっと山の中歩いていられるっていうのも魅力の一つですね。あともうちょっとで山頂です。最後の山頂、かぬき山です。行きましょう。沼津アルプス最後の一つです。かぬき山193メートルです。イエーイ。それではかぬき山下山していきます。登山ですか？お疲れです。こちら五重の塔です。沼津アルプス全山歩いてこれました。それでは駅の方に歩いて帰っていきたいと思います。お疲れ様でした。駅から徒歩で帰ってきました。遠かった。うん、うまそう。おはようございます。寒いです。いや疲れてるな。さようなら。お世話になりました。昨日登った沼津アルプスがよく見えます。昨日は疲れて寝落ちしてしまいました。恐るべし沼津アルプス。